車体が安定してるんで、今本当にスピードメーター10キロに満たないですけど、おお元気がいいな。こういう状況でも運転しやすいですね。うん、足をつかないでこれぐらいの速度であればゆっくりゆっくり進むことができて、これはこれで楽ですね。あ、やっぱり止まったまんまでもシフトチェンジが自由自在できるな。うちのスーパーカブ110でもこんなに止まった状態で確実なシフトチェンジできないからな。これは羨ましいな。これなんだろう、あ、これはメーターの切り替えか。この個体は今1873キロ、まだまだこれからの個体ですね。あ、ようやく風が抜けた、気持ちいい。まあこういう時ですよね、タイミングが合わずに信号に合わせて止まってしまったらギアがね高い状態で停止っていうことはよくありますけど、そういう時でもこのモデルならこうやって落ち着いて止まってからギアチェンジしてもほぼ確実にトランスミッションが動くんで運転しやすい。ここからね、私が住んでる東京の西の端までまだまだ 125cc クラスにとっては長旅が続きます。それではこれから10日間私の手元にあるスーパーカブ C125 の外観をまずはじっくり眺めてみたいと思います。ちょっと一回りしてみましょうか。注目のエンジンはレッグシールドに隠れているのであまりよく見えませんが、こんな感じの外観になっています。見た目、エンジンから突き出ている液パイがかなり細いなという印象です。こちらから見ると液パイの先ほど言った細さがちょっと伝わるんじゃないかと思います。そしてエンジン右サイド、さすがに高級なモデルということでこの辺りの印象も凝っているなという感じがします。こちらは比較的シンプルな感じですが、それでも丁寧に外装が仕上げられているなという感じです。このモデルの見た目で一番驚いたのがこのマフラーですね。見ると分かる通りこれおそらくメッキではなくステンレススチール製ですね。でそれが液パイまで全てつながっているということで、まあ、オールステンレス製、コストがかかった作りだなということが分かります。切削加工された豪華な見た目のフロントホイールには IRC 製のタイヤが装着されています。またブレーキはワンチャンネルながらフロントディスクブレーキに対応した ABS を標準装備としています。キャリパーは日清製でシングルポット片押し式となっています。リアホイール、タイヤ周りはこのような外観です。ショックアブソーバーはまあ普通という感じですが、このチェーンカバーなども豪華な仕上げとなっていて、タンデムステップの取り付けブラケットなども作り込まれているといった印象です。またスイングアームもこのような高級感ある仕上げとなっており、この辺りはさすがにフラッグシップモデルの C125 だなという気がします。そしてステップ周りはこのような外観となっています。ステップそのものも豪華な作りであることがわかりますが、ペダルの先端部を見ていただくと、これ板材を曲げて作った例のペダルではなく、ちゃんとこの辺りが金属の塊というかブロックなんですよね。そして後ろ側も同様ということでかなり豪華だなと感じます。そして反対側ブレーキペダルも同様です。この C125 のエンブレムや横のホンダのマーク、バックに赤い色が使われており、この辺りも通常のモデルとはちょっと違うなという雰囲気です。このカラーリングに関しては赤いシートが装着されており、これもまたこのモデルの雰囲気を盛り上げるのに一役買っているなという感じがします。リアキャリアはご覧の通り小ぶりなものが装着されています。クロームメッキではなくボディと同色にペイントされており、
このあたりは実際に使い込んでいく過程でちょっと傷が気になるかなという感じです。ただクロームメッキはクロームメッキで傷はなかなか気にならないものの錆びやすく、このあたりはねクロームメッキか塗装かどちらが良いかちょっと悩ましいなと思います。そして透過器類はご覧の通りリアもフロント側も全て LED 化されています。このあたりもちゃんとデザインされているなというのが分かりますね。そしてこのモデルはスマートキーシステムを採用しています。ちょっと電源を入れてみます。メーターにはこのように走行距離だけではなくトリップメーター、そして燃料計、時計なども装備されています。そしてこのように止まった状態でもこのモデルは本当にシフトがスムーズなんですよね。高級なモデルではありますが機能としては至ってシンプルということで、スイッチボックス周りはこのように至って普通です。ただこのあたりの色使いやグリップエンド、バーエンドなどの処理も、やはり高級なモデルだなという雰囲気がひしひしと伝わってきます。外装に関してはこのように結構曲線を多用した優雅なデザインが与えられています。ハンドル周りも樹脂製ではあるんですけれども、あまりプラスチッキーな雰囲気にならないようにデザイン的な工夫が凝らされていると感じます。このモデルが来て1日経過しましたが、走り始めてすぐに分かることはやっぱりね、トルクが太いというか豊かというか、そういった感じですね。この道路というのは私はよく走っていて、ここもねちょっと平坦に見えて少し上り坂になっていたりとか、そこら辺のね、細かい状況というのはよく把握してるんですが、それでねこう乗ってみてもやはりこのモデルが 125cc クラスであるというのはすぐに分かりますね。トルクが本当に豊かというかねっとりしてるというか、エンジンにねやはり余裕がかなりあるんだなというのが分かります。フィーリング的にもねこうエンジンの低回転域を使って走っているっていうのが、伝わってくる、そんな乗り味になってます。確かにちょっとスーパーカブ110と比べても乗ってて少しリッチな気分になる。やられちゃったか、ここね多いんですよね。原付かな、原付か。はい、じゃあここから本線に合流するんで、これ3速のままだけど上り坂、上りながら加速する余裕がありますからね、素晴らしい。60キロの到達は本当に余裕という感じです。あとエンジンフィーリングに関してはやっぱり回転している感覚に荒っぽいところがないな。これが本当にカブのエンジンなのかというぐらいいい感じ。ただね、私はやっぱり CT110 とかああいうちょっと古い株のちょっと野蛮な回り方というかね、荒っぽいエンジンフィーリング、ちょっとチープなエンジンフィーリングも嫌いじゃないんで、ちょっとねこの辺りに関しては甲をつつけがたいという感じかな。あと前後のサスペンションは自宅で取り回してる時にちょっとなんていうか張りが強いというか、株だからこんなもんかなっていう足回りだったんですけど、こうして改めてじっくり乗り込んでみると乗り心地もいいですね。そんなにふわふわしてるわけじゃないけど、なんていうか乗っていて不快なところがない。あれどうすんの。すげえ、スマートキーを感知するシステムになってる。さすが高級株、あまりパンパンじゃなくて規定位置にしましょうか、中の棒まで。じゃあちょっといい感じなので少しね走りに行ってみましょうか。今日ねご覧の通り曇っていて、気温がねこれまでの殺人的な高温というわけではないので、ちょっとね、もう3時過ぎてるんでちょっとね夕涼みがてらという感じになると思いますが、ちょっとね軽くこのモデルで流しに行ってみたいと思います。それでは久しぶりにかの有名な